ニューヨークメッツの藤浪晋太郎投手29が現地時間30日、球団参加シラーキュースメッツの公式戦で今季初登板。3四球を与えながらも1回無失点に抑えた。藤浪は、3点ビハインドの8回表に4番手として登板。3つの四球で西満塁としながらも、相手の4番打者を見逃し三振に仕留めて無失点。1回26球打ちストライク判定9球を投げ、最速は 96.8 マイル約 155.8 キロだった。開幕ロスターの来れんかったんか。ノーヒットで満塁まで行って抑えるとか、スポーツ賭博の賭けやトップどれくらいや。1回26球打ちストライク判定9球考える。四球三つ分のボール球を除けば5球しかボール球を投げてないやん。どこでも FUJI。四球がなくてよかった。藤浪相手にバット振るのは無意味。逆にすげえよ。高校時代から荒れ球と、球数200投げても疲れないってのが長所のピッチャーやろ。いつもの藤浪でほっこり。あれほどコントロールが定まらないのはフォームが定まってないからに他なく、そこを改善するしか安定させる方法はないよな。ストライクが26球中9球はちょっとやばいな。日本人メジャーリーガーには全員頑張ってほしい。もはやどう扱えばいいかわからんよな。素材はいいんだけど、マウンドに上げてみないと出来がわからん。ギャンブルだよ。天才的投球。内容見ただけで藤浪だとわかる。さらっと四球三鬼と書いてあるの草生える。どうか山本が藤浪みたいになりませんように。藤浪何にも変わってなくて草。去年の投球は何やってん。